あ、こんにちは。こんにちは。警備課長の平川さんです。よろしくお願いします。大変迫力のある訓練を見せていただきました。ありがとうございます。火災に対して即応する体制という実践的な部分を見ていただけたと思います。そうですね。もう山の中にですね、もう実際に分け入ってされてるっていうことを初めて見たんですけども。はい。実動訓練を主眼に置いておりますので、今回はもう、やぶの中であったり、川沿いであったりとか、そういうところに、人員を投入して、消火活動するという形で実施させていただいております。この、今の訓練でですね、この、なんかこう、中、西、東の各消防署が連携してされているように、お向けしたんですけども、はい、消防局全体で、山林の火災といいますと、東署が第一に出ますが、それ以上の応援体制で、中署が応援、西署が応援という形で、消防局全体で取り組んでおります。連携プレーというんですか、そういうですね、組んでたと思うんですけども、はい、山林内ではやはり水、水源というのが限られておりますので、いかに、有効に利用するか、有効に活用するかという形で、どういう形で、水をつないでいくか、水を、部署位置まで持っていくかというところで、連携訓練を、させていただいております。ですね、こう注意してやられたことはどんなことでしょうか。やはり有事、災害の際ですね、即応するというのがまず第一条件。それと、やはり今は若年世代が増えておる、おりますので、技術の伝承であったり、考える力をつけていただくということを、コンセプトに考えております。実践的な、力を養ってもらうという実践型の訓練を、提示させていただきました。その生駒山系で、最近山火事は起こってますでしょうか。東大阪市では平成23年頃に、3ヘクタールほど、若干ですが燃えたという事案はありますが、それ以降は発生しておりません。の方からですね、この市民ですね、こういうことで、ね、要望したい、あれ気をつけてほしいことはありますでしょうか。今非常に登山ハイキングにはちょうど良い時期かとは思いますが、持ち込まれる火種、やはり楽しむためにも十分な、注意を払っていただきたいということを、重ねてお願いしたいと思います。今日は現地でね、非常にご苦労されている様子を見せていただきました。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。